それでは100円均一の材料で水耕栽培の、方の下準備の方をしていきたいと思います。種は、ダイソーさんで売ってました。ロケット、イタリアンパセリ、バジル、レタス、サラダミックスの4種類、それぞれ2個で100円で売っています。4種類ありますので、4種類のスポンジを使ってやっていこうと思います。まずスポンジを半分に切りました。6等分ぐらいに切ります。それぞれ他のやつもやっていきたいと思います。他の YouTube 動画でプラスチックコップでされてるのを見たので、同じようにできるようにしていきたいと思っております。全く知識もないので、皆さんのやられてるのを見て身を見まねでやってみます。それでは今切ったスポンジにカッターで十字に切り目を入れていきます。大体5ミリから1センチぐらい。こちらのスポンジやトレーも全部ダイソーさんで買ってきました。Thank you.
と前に病気になってしまって自宅療養をしているので、あまりすることがないんです。まあちょっと見てたところ、これが面白そうだったのでチョイスしてみました。ただ全部で6個ずつできましたので、こちらのスポンジに種を入れていきたいと思います。今ちょうどこう並びなので、この並びで入れていきたいと思います。結構小さい、手が大きいので上手にできるか。この十字のところに、まあ一粒二粒ずつ袋に書いてあるのが発芽率が 50% になっているので、ちょっと一粒じゃもし出なかったらあれなので、だいたい2つ、ちょっと余ったのでここは3つしときます。でこれを他のところにも ドバッと示すようなんで種ですね。チアシードですね。この2つはね、ちょっと以前に種を使ったので入ってます。バジル、ちょっと3つ入りました。
すぐ入っちゃったけど、はい、バジル、これはいろんなレタスが入ったレタスミックス、まあ、何が何かはできてのお楽しみで、種の色からして違うので2粒ずつ植えたレタスです。バーちゃった白い種はちょっと分かりにくい。基本はいっぱい植えて間引かないといけない種類だと思うので、こんな感じで入れときます。そしたらはい、それでは種が終わりましたので、ちょっと並べ替えました。4種類、そしたらここにトイレットペーパーでいいみたいなんですが、上からかぶせます。そしてお水をちょっとドバッとかかると、こけちゃいますね。初めてなのでちょっとご了承ください。感じで、ここで水を吸ってくれるきて、まあコップ2杯分ぐらい、これで天気のいい日に、外に出しておきたいと思います。また芽が出ましたら続きを投稿させていただきます。はい、今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。